たいと思います。それからブナ林、あの上のブナ林をずっと歩いて、今度こちらの松台に来るからこう降りてくるんですけども、あの中コースを外れますと漆がかなりありますので、コースから外れないように見ていただきたいと思います。それからこちらの方で11時45分からおにぎりとおむすびの販売がありますので、それはゲットなくて、じゃあ右側通行で行きますので、ね、船林に入りますので、で漆に気をつけてくださいね。途中にまた止まって、ストーブで頼むんですが、みんな生徒が集まってね、勢いで頼む。